ハロー、アサギーニョです。皆さん、ファッションウィークが始まります。始まります。アサギーニョファッションウィーク開催。みんなからたくさんの最近コメントをもらってて、ファッション動画、ここのブランドのやつやってくださいとか、コーディネート動画を見たいですっていう声がたくさんあったので、今週は全部コーディネート動画にしたいと思いました。もうこんもりみんなからのコメントがあった中で、すごく多かったブランドで私がやりたいなって思ったブランド3つチョイスしました。で、コーディネート動画を今週は3つお届けしようと思います。パキュン。本日の私が選んだブランドはこちらです。KBF。 KBF ってご存知？母ちゃん、ばあちゃん、風呂入った？ KBF。 このブランドは勝手な私のイメージだけど、トレンドなものって結構たくさんこう似通ったものいっぱいある中で、個性的な要素がすごい詰め込まれたかっこいい目、ちょっとクールめなイメージのあるブランドだと私は思ってます。あなたはどう思う？今回コーディネート、こちら2コーディネートしたのね。1体目はウッドコーデ。ウッドってわかる？木。で、2コーディ目はこれは可愛いっていうものに出会えた。で、テーマは女子に大モテ、女子受け満点、クールに決めてるはずなのになぜだかハグされちゃいますっていうコーディネートなんだけど、パキュン。いい、じゃあご紹介させてもらいましょうか。こっちです、こっちです。そうです、こっちです。これです、これ。緑色のこれはニットじゃろか。これは粗めのニット。ほら、もうちょっと指とかもここから見えちゃう。ジージンジージン、じゃーん。これは結構渋めな黄色みの強い黄緑で、ニットを選ぶ際に私がすごく重要に思っていることがある。プチプラのさ、ニットとかをさ買うとさ、この辺がなんかのっぺりしてることってございませんか？なんかちょっとムチムチして見えるなみたいな。全部同じニットなのに、なんでこのニットはなんかそんなに気に入らないんだろうっていうニット。それは立体感に問題があるのでは？そう思う、私はね。このニット見てのお分かりの通り、立体感がすごいある。これ重要と思うんです。私はトリックアートじゃございませんよ。これはここに影が描いてあるわけじゃなくって、本当にボコボコしてるのね。首のこの襟んとこも見て、ポコッとしてる。これが私の選んだポイント。ボンボリちゃん、ボンボリがついてるの。ここにボンボリ、ボンボン、ボンボンボン、4つついててね。このボンボリもこの立体感を主張するすごく偉大な存在なんだよね。こう背中のところも余すとこなく全てボコボコしてる。で、お次にこれに合わせるパンツ見てくださいよ。コーデュロイ、コーデュロイの素材の、そう、パンティーです。これはね、結構色がすごい合うのかなと思って、まず最初は色で選んだんだけど、この素材で、まあコーデュロイだからニットとの相性とかすごいいいなって思ったの。上はデニムとかね、カジュアルなアイテムとすごい相性いいなって思ったのと、パンツを選ぶときにすごい重要にしていることがあるのね。それはね、皆さん同じパンツなのに、なんだかこれだけムチッとして見えるなみたいな、腰がすごいなんかパツンってして見えるわっていうパンツ出会ったことございませんか？それは体感に問題があるのでは？私はそう思う。パンツもね、ここポイント、ここがのぺってこう何もこうつるんとしてたらすごくねパツンって張って見えるのだけど、このパンツのいいところはここあるでしょう。このライン、このラインがあるのがすごく大事なのね。このラインがあるとすごくスマートにシュッとスタッと見える。やっぱストライプを着てると細く見えて、ボーダーを着てるとちょっと太って着膨れして見えるっていうのと一緒で、ここの縦のラインっていうのもすごくスタイルアップにはものすごい重要なポイントだとうち思うんよ。ここのワンポイントもすごい可愛いと思うよ。ここが折り重なってる、折り重なってるからインしてさ、パンツ見えるじゃん。その時もすごくワンポイント可愛いなって思えるパンツかなって。それじゃあペラペラ喋ってちょっとお待たせしちゃったけど、このアイテムを着たコーディネートがこちら。どうでしょうか、どうでしょうか。
じゃーじゃん。これね、今セールがすごくて、やっぱお正月明けだからかな。7400円のものだったの。これ 40% オフ。計算はみんな各自に計算機持って計算して。で、6400円の 20% オフ。うちちょっと着て思ったのが、うち的にはね、首が詰まってるやつが好きだから、もうちょっと首詰まってたら嬉しかったかなーって感じ。バキュン。はい。じゃあ次。お次のコーディネートをご紹介しましょう。本当に次は自分の中ではかなりのイメチェン。あとこれは背の低い女子必見って思うものです。カチ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 。近寄ってちょうだい。これなんだけど、緑っていうのは分かったね。カーキ色なんだけど。まずじゃあパンツからいこう。一番推しはトップスなの。こちら、カーキのパンツ。あれあれ、普通のカーキのパンツ。どこがなんだか個性があるの？まあ、カーキっていうのは、まあ、使い回しやすい色だと思うのね。これはめっちゃワイドパンツで、顔が誰かと一緒にシェアできそうなぐらいね、ここに入ってもいいよってぐらい、ワイドなパンツになってて、で、これもまあ、ありがとうございます。ここですね。やっぱりみんなさっきの話だけど、ここのラインですね。ここがやっぱり大事。こういうのあるだけでスタイルがよく見えたりとかするし、スマートに見える。本当にこれだけは信じて。で、まあ、このパンツの上に合わせるのが、やっと紹介することができます。これです。こういうワンちゃんいるよね。こちらでーす。じゃーん。キルティングの素材になってる。そう、お話にもあった通りね、ここフードがついてて、で、すごくビッグサイズ。で、フードもすごく大きい。うちっぽくないでしょ？まあ、本当に私カジュアルな服っていうのあんまり持ってこなかったから、すごく新鮮。ここも絞れるようになってるしね、もう、これとこれのコーディネート、まあ、ちょっとみんなもう想像できたかと思うんだけど、もう一手間、私はかけました。このもう一手間が、私のとてもとても重要なポイントなの。だから、こちらと、こちらの新しいアサギーニを見つけた、女子モテ最高コーディネートが、こちら。どうじゃろか。こういうの着てました。私。このパンツちょっと見えなかったと思うんだけど、こんな感じで。本当になんかもう、こんな感じだよね。こんな感じ。の、結構かっこいい、かっこいい感じの形なんだけど、これはめちゃヘビロテできそうだと思わない？上はね、結構ダボダボにダボダボを合わせるっていうのもすごい可愛いだろうし、このインナーを着るっていうのがすごくポイントだったの。で、これはアーバンリサーチかなの白いハイネックのトップスなんだけど、これね、タートルでも全然合うと思うのね。やっぱ、このね、モコモコ、この上がカジュアル、スポーティー、かっこいいイメージの服じゃんか。だけど、これ、フェミニンな人も着てほしい。このインナー一つで、なんか可愛らしさが出るんじゃないって思うわけね。ハイネックだけど、タートルネックでも全然合うと思う。やっぱ白っていうところは、すごいうち的には大事だなと思ってて。これ、だから私が着てほしい女子、こういうイメージ。ちっちゃくて、小柄で、リュックとかよく背負ってる女子で、古着も好きだし、なんかマーチンとかも好きだし、みたいな女子。で、やっぱちっちゃい子。ちっちゃい子は結構似合うと思うよね、これ。なんか、抱きしめたくなるじゃん。この、こう、ビッグシルエットがさ、逆にさ、いいかなって。バキュン。このコーディネートが非常に私気に入っております。どうでしょうか？やっぱ、カジュアルな、お洋服って、すごくラフに見えちゃう。シンプルに見えちゃいがちなんだけど、こんなカジュアルなのに、おしゃれっぽく見えるっていう、このお洋服。トレンド感もあり。結構女の子がさ、この、ちょっと大きめのビッグシルエットのものにこう、包まれている姿は、やはり可愛い、趣深いものがございますね。そんな感じ。ということで、今回は KBF のコーディネートをやりました。みんなコメントでたくさん、ありがとう。じゃあ、残り2つ。次のコーディネート動画をお楽しみに。3夜連続です。バキューン。